たたち何やってるの？お店ごっこ？シノノ、お願い手伝って。手伝うっていいけど、私にできることなのそれ？お前、黒の剣士キリトじゃねえか。どうしてこんなところにいるんだよ。ケチつけて悪かったよ。許してくれ。いろいろすいませんでした。俺たち消えるんで、それで許してください。私も手伝おうか？まあ、普段からキリトたちにはお世話になっているからね。これの取引をお願いしていたんだけど。はい、どうすればいいのかしら。まずトレードウィンドウを出して。トレードウィンドウ、使ってみたことある気がするわ。どうやって出すんだっけ。そこから？力になれなかったみたいね。ごめんなさい。Thank you.
シノノ、まだアインクラッドに来て日が浅いんだよね。すっかり忘れてたわ。でもどうしよう、酒場の方は私とシリカちゃんでどうにかなるとして。私鑑定なんてできないし、さっきから断ってばかりだよ。エギル、注文の武器一式届けに来てあげたわよ。え、何を一体。ありがとうございます。お次のお客様、受け止まります。こちらのお品物ですね。なるほど、いい防具のようですが、少々傷があるようですね。ほらキリト、あんたはこの武器チェックして。剣士なんだから武器の良し悪しくらいわかるでしょ。思ったこと教えてくれればいいから。よし、こっちの鑑定はおしまい。よし。ありがとう。
力加減もちょうど良かったみたいね。注文聞いてもらってもいいですか？オッケー、分かったよ。いらっしゃいませ。ご注文は何になさいますか？ケーキとミルクティー一つお願い。ケーキとミルクティー、それぞれお一つですね。かしこまりました。少々お待ちください。あ、シリカ、3番テーブルにさっき入ったお客さんが座ったからお水持っていてあげて。ついてきた感じね。でもこんな日に限ってお客さんが一向に減らないね。
立てて嬉しいです。かなり長い時間店を開けちまった。それは俺が悪かった。そして店番のお礼には何でもおごるとも言った。けどな、おごるにしてもこの人数は何だ。ポテトグラタンでしょ、リゾットでしょ、あとどうしようかな。私はパスタセットで。取れたて永久食材のベーグルサンドが食べてみたいな。あ、食後はチョコパフェをお願いします。じゃあ私はハンバーグに、食後はプリンで。私は7食パンのフルコースにポタージュスープがいいです。じゃあ私もパスタセットで、食後に紅茶とケーキ。いけねえんだ。だってあたしたち全員頑張ってお手伝いしたんだもの。そうだよね、キリト君。だけどよ。